雪だるまもメリークリスマス。田中邦衛からメリークリスマス。浜崎あゆみからアリンドゥメリークリスマス。柴さんからメリークリスマス。あとは誰だっけお前、柴田恭兵からメリークリスマス。ほら、誰松山千春さん。俺だな。メリークリスマスだな。松山千春さん、一番歌うまいの誰ですか。俺だな。もういい音ジョニオで来年流行らそうとしてる。いいですね、俺だな。ね、コーヒーにクリーム入れて溶かしたのがカフェ。俺だな。うまいですね。さあ今日イブですからね、はい、もう皆さん覚えてますね。今日は明石家サンタさん、ね、よろしくお願いします。また夜はありますから、生放送30回目。30回目これも、すごいな。30回目。今年はどんな不幸な芸能人だったのか、ね、今日もバイオリン弾いてくれた岡部さん、誰やねんそれ。ほら誰なのこれは。お名前、岡部真知と言います。可愛いでしょ。素敵ですね。毎週出てあるのこれ。いや今週特別に、今日だけ特別にこういう若い、ね、彼女を最初に好きになったとか誰ですか。俺だな。本日のごきげんようはさんま、関根、小堺が喉に刺さった小骨のように気になって仕方のないことをぶちまけ合ってスッキリする特別企画、メリー骨抜きます。一体どんな小骨が飛び出すのでしょうか。関根さんはいつもここなんか喉に小骨が刺さってる人生。いつも刺さりっぱなしです。なんかずっとこう気にしてることが多い。あの細かいことチェックしますから、はい、そうあの繊細ですから、はい、今日はあの抜きますからね、抜いて、はい、で今日話をしてみんなで相談して、うん、気持ちがスッキリしたら、あのスッキリしたってことで今日はねハガキコーナーから5枚選んで、スッキリしたことに5人の方にライオンセイル、スッキリするたびに5枚、選ぶわけ。すごいね。だからスッキリしなきゃいけないんです。分かった分かった、スッキリしてんじゃないかな。俺だな。ではクリスマスイブスペシャル、メリー骨抜きますスタートです。お願いします。この番組は今日愛するライオンの提供でお送りします。足が短くてね、歩けないんですよ。さあ喉に刺さっている小骨、最初はこちら、フライデー。これどちらの方ですか。俺に決まってるよ。なんか最多出場らしいですね。はい、あの記録をなんか塗り替えた、作ってるらしいんです。まあ、ただあのどうしてかというと、俺僕が27歳ぐらいでできたんですね、この雑誌が。ちょうど全盛期の時、創刊期にずっとできて、あのそのまま、もう定期的に来ていただいて、もう50回をはるかに超えてるらしいんですけども。じゃあもうその頃記者で今も辞めてる方とかもいるでしょ。いるんですけども、それが新人研修にうちの家を使ったりするんですよ。引き継ぎとかで、引き継ぎとかで、あのここで待って、ここのさんまさんがこう車をこうバックする間に行けとか、指南するわけ。もう毎年4月ぐらいに研修生が来るんです。それで遅れたりしょるんですね。そいつ女の子とか遅れた、遅かったりすると俺がシャッター閉まってる向こうで怒られてます。バカ野郎お前、もっと早く行かなきゃダメだろとか言って、俺を何に使うと思って。そういうことすらもうただフライデーさんはもうまあ、嫌な記事も多いんですけども、好意的に書いてくれる。そうだよね、それだけは、何かもう読む人がさんまさんだけなんでこんな好意的やねやろっていうような記事が多いんで、まあありがたい半分迷惑半分なんですけども、それはいいんですけども、今年あのその総集編で、俺が今まで載ったやつを全部写真見ました。そうバーッと乗って、この時は何年こんな、何年これとか言って、まあ半分以上ハニートラップなんですけども、そうしてずーっと乗せていってくれるのはありがたいんですけど、そこでちょっと小骨の喉に刺さってるのが、それが記事の中で、さんまさんだけは我々が泊まってる車のに来て、なんやなんやと、聞きに来てて、俺ね、ねえねえって言ってないぞ、それだけ言うとくで。俺の生き方は何とっとんねんって言うてんねんで、なのに記事ではなんやなんやと。
有効的に書かれてる。楽しげにね、楽しげに近づいてるみたいに書かれてるんですよ。本当怒ってんのに。俺は決して近所の迷惑やから、何言っとんのお前ら、何や今日はって言うてんのよ。それは向こうが何や何やと。さんまさんはええ人だと。やっぱこれは人徳ですよ。いや人徳じゃないってこれ。俺は怒ってんねんからやな、うん。怒られましたって書いてほしいじゃないかい。あ怒られたと書けと。そうだそうやないかお前、何や何やと喜んで。お最後には頼むでと言っていただきとか。書いてあった。そうでしょ。記事よろしく、あとよろしく。そう。面白く書いとけよ。でもそれ絶対いい印象だよね。そうだから何や何やと近づいては俺は本当に怒っていってると。分かりました。それを皆さん分かって、いろんなところで言ってくださいよ。そうそう、ね、本当怒ってたと。本当は怒ってんのよって。でもさんま人徳で何や何やと面白く書いてるだけで本人は怒ってんのよって言ってくださいね。そうそうそう。さあさんまさん、最後に怒ってるのは誰ですか。え俺だろ。5枚です。5枚ですか。ライオンちゃんに渡してください。大変やな君は。おはようからお休みまでずっとね見つめてくれてんねもんな。おはようからお休みまで。はい、これありがとうございます。はい、おめでとうございます。後ほどね、発想を持って発表に返させていただきます。あら、ずいぶん遅くなりましたね。そう、溶けちゃったの。ほら、溶けちゃったの。溶けちゃったのね。ねえ、いくつなの僕。まだ3つになる。みんな60近いです。さあ次にどどり刺さった小骨。そう、元丸々の袋とじ。元丸々のこれなんですか。これ私なんですけど、はいはい、まあ袋とじっていうのは要するに女の子あんまり見ないもんな。スペシャル感じゃないですか。うわっ、パラパラって見えるやつよりもわあ、ひと手間金だけ見えないからね。そのいつものレギュラーページよりは上でなきゃいけないはずなの。ところが元お天気お姉さんとか全然知らない。どっかの地方のテレビ局のなんかアナウンサーの人が袋閉じてもう撮るでしょ。と中見るとまあ大したことないの。露出もほとんど露出してないのよ。で知らないし、この人知らないし。露出もしてないし、ひと手間いらないって。ひと手間いらないじゃない。引っかかる方が悪いんやろ、それは。お風呂途中一生懸命開けてみようとするあなたが。だから最近はもう開けません。買っても？だから開けないの、もう勘で分かんの。もっとなんとかって、あ、この人もう全然大した露出じゃない。それでそのまま熱いままめくって、俺の勝ちだって。俺は誘惑に負けないぞと。でもあれやっぱりこう何でもそうで見ちゃダメだよって言われると見たくなったり。いや俺は見ない。俺がそのさっきの週刊誌の出た女の子がほとんど袋閉じに なってるんですよ。もうなんか嫌なの。だいたいタイトルが「さんちゃんごめんなさい」ってわけわかる。別に謝らなくていいじゃん。さんまさんの名言、俺も本当に笑ったよね。何をですか。月に2回ハニートラップがあるとは思わなかった。そうそう、月1回やろっていう。その理由も分かんないんだけど。その月1回なんてないよね。お人は素人さんは人生1回ぐらいやな。1回2回でしょせいぜいね。せいぜいトラップにかかるなんてものは。いい2週間に2人でそんな俺のデータになかったのあれは。でもね、ハニートラップもねかかってもね、その後のねそのトークが面白いんで、ね、プラスになっちゃうの。だってない。普通の人はこれがねイメージマイナスになるんだけど。そうそう、だって今グイグイこう今みんなだって気づいてる。何も気づいてないよ皆さん。何を。今関根さんの話なのよ。知らないうちにさんまさんの話になって関根さん終わったやないかい。それに乗っかった話をしてんねん。俺はそれだけ俺がいつも話奪ってるみたいにお前は言うけども。ひろそんな風に喋りがうまいのは誰かな。俺だな。5枚選んでください。5枚選んでください。小坂お前らもやってあげてな。あれいい音ジョニーのために。俺だな。そうだ、今トナカイの格好してるの誰だ。俺だな。
俺だな北海道なまり入れなあかんねて。俺だな。あ、そうですか。そう。俺だな。さあ、俺だな。鈴木宗男さん、鈴木宗男さん、仲良しなんですよ。俺だな。鈴木宗男さん。果てしないですよ。大空と。大空ですよ。続いてる小